せーの、パパのリーズです。あんたがそれでせーのとか言われるから私はいつもこうなんだよね。いや、ついてこれるかなっていう検証。はい、ということで今日はもう枝豆だったら別にいくらあっても食べれるんじゃないかということで、こちらに大量の枝豆を用意しましたので、キランキランキラーン。そう、今日はまあ居酒屋みたいなテンションで枝豆を食べていこうかなと思います。じゃあ居酒屋っていうテンションやったらお酒も出てくるっちゅうわけですか。そうで、はい、お酒どうぞ。てかお酒あるよ。飲まん。この後打ち合わせあんね。ごめんなさい。酔っ払いながら打ち合わせも可愛いかな。先にじゃあね。それでは手を合わせて。ありがとう大地、ありがとう太陽、枝豆を。そして枝豆の業者の皆様、ありがとうございます。本当にいつも育ててくれてありがとうございます。本当に夏野菜といえば枝豆みたいなところありまして、健康にいいくせに美味しいっていう、本当に素晴らしい枝豆を本当育ててくださって本当にありがとうございます。すごい、いつもね、私も居酒屋行ったらこちらを頼むぐらい本当に好きなので、本当にいつも私はもう感謝しています。もういつもこれからも続けてください。いただきます。マネせんといてくれる私のその暴走モード。暴走別にマネとか別に憧れてないんだよ。憧れてるやろ。ねえ、さ、塩さ、机の下にこぼれまくりやねんけど。後でここ拭くからいいよ。てか皮を食べるわけでもないのに、なんで皮にさ、いつもさ、思うんだけど塩つけるんだろう。ちょうどいいんよ、それが。てかこれ味ついてんだよ。嘘でしょ。これ塩つきって書いてあるのこれ。でもじゃあ味ある今。あるよ。じゃあ塩ないとこ買って。いやいやいや、全然いいよ、上等だから。上等だね。かかってないね。うん、はい、あります。あ、オッケー。余計に塩分取らせんとって。うん、やっぱ血糖値上昇させてあげようかなと思って。塩分の血糖値ちゃうやん。何そんじゃん。高血圧。血圧うまい。おいしいね。気づいたら多分なくなってんで、こっから。うん、これさ、豆嫌いやねんか、大豆とかさ、小豆とか無理やねん。あのさ、言うの遅くない？でしょでしょ、うん、で、今さ、落ちやねん。枝豆だけは食べれると。どういうこと、なんかわかんない。これ結構あるある。めっちゃ多いと思う、私もそうやん。嘘、嬉しい。なんか自分のさ、誕生日とか嫌いな食べ物を把握されるのってなんか嬉しいの、ちょっとした幸せ。じゃあお互いどんだけ分かってるか言わん。うん、じゃあ、あんたは結構分かってくれてる。私はほんまにな、なんか分からんけど記憶力いいから、この人の元カノの名前とかまで覚えてるからね。元カノの名前2人あげて。うん、と、あ、すごい。でしょ。じゃあ、うん、人女誕生日12月。あれ5。あ、よかった、すごい。ジンジンの一番初めに住んでた家の住所。どこの一番初めの東京で住所、うん、東京都板橋区桜ヶ丘ちゃうっけ、桜の橋みたいな、桜川でしょ。桜川5の、ちょ、待って、覚え方がない。2の5の1。すごい、バイヤー、記憶力なめんじゃねえ。待って、お前さ、マジですごい。そう、でもちゃんと勉強してたらマジで東大じゃね。え、記憶力やばい。じゃあ次、田中のやつ答える。私のね、まずじゃあ同じやつでしょ。ああ、え、私のじゃあ誕生日は2月15。は、先にじゃねえ、お前。待って、じゃあ待って、2月の待って、12。そうです、12。ハテナじゃねえんだよ。俺はバレンタインデーの2日前とか、なんかそこら辺っていう風にイメージが、うん、そこら辺じゃなくてちゃんと覚える。2位にね。うん、うん、続いて私の地元の名前は富永じゃないの。富永、大和。どこや、待って、どこ。大鳥。あー、大鳥、そうね、まあ大鳥で OK にするわ。大鳥が地元の駅やから、地元。ふぐるよ。じゃあ、ジンジの好きな色。好きな色、え、逆に好きな色とかなんかむずいんやけど。赤、青、青じゃない。何青。水色。そう。あ、そうなんや、知らんかった。え、ジンジ、あんたが好きな色わかるよ。何。紫。違うよね。あ、紫だよ、これ自信あるの。シルバー。違う。待って、違うよね。でも根本一番多分好きな色は私ピンク。はぁ、じゃあだからほら、はぁでしょ、だから分かってへんでしょ。あれ、俺あんま食べ方か知らんのかな。そうだよ、多分。じゃあ好きな食べ物。うん、これは分かるわ、揚げ物。おー、でしょ、全般。だからポテトとか、うん、唐揚げでしょ、あの、うん、マジリンが作った唐揚げ。あ、いいよいいよ、それは分かるわ、明太子。あ、そうね。まあ、好きな飲み物は分かるでしょ。あんたは分かるよ。何。ジャスミンティー。ああ、ジャスミン好きけど最近全く飲まんけど、あんたから送られてきた大量のジャスミンティーで嫌になった。2年前ぐらいの誕生日の時にジンジンが、私がジャスミンティー好きやからって言ってジャスミンティーのケース24本入りみたいなのを3個ぐらい送ってきてくれたの。家に何十本あんねんぐらいの状況ができて、そこからジャスミンティー飲み飽きちゃって、もう一切飲んでない。え、なんか原因って言われたらちょっとなんか申し訳ない。違う違う、そっからちょっと飽きた、さすがに飲みすぎた。え、あとは、あんたの飲み物はいつも飲んでるってなったらもうお茶と水ばっかりだけど、好きってなったらコーラじゃない。好き。血液型は私の B。 正解。そうだ、うん、あんた AB でしょ。なんで知ってんの。知ってる、覚えてんねん、だから全部。
だからジンジンが使ってる財布のブランド名は、うん、バーバリーストーカー？お母さんの名前は？わかるよ。何？クミ。違う。クミコ。正解。お腹いっぱい。は？ん？え、これで？うん。枝豆でお腹いっぱいになる人もしかして？食べ物っちゃ食べ物よ。食べ物よ。あのさ、ごめんな。服の色も枝豆。確かに。じゃあどこまでお互いのことを知れているのか恋愛編、うん、OK 突入します、はい、おめでとうございます。じゃあ私の初恋の年齢をいくつか答えなさい。へーの18。違います。19。違います。20歳。初恋だよ。いや知らないじゃん初恋なんては。一回動画で叫んだよ初めて付き合った子の名前。ねえ皆さん覚えてらっしゃる方覚えてると思います。ミニチャンネルとか他のチャンネルで言ったんちゃう？じゃねえんだ。幼稚園の時の周平くんやろ。覚えてへんの？うん、覚えてはん。はぁ、あ、やってらんねえ。はい、次。じゃあ、うん、ジンジンの初体験のエピソード。もうさ、全部言えるけど。何？女の子とやろうとした時に、その女の子が女の子の日だって、この人がめちゃめちゃ性欲爆発してたから、その勢いに負けて言えずにそのまましようとしちゃって、あんたがダメになったんでしょ。血を見ちゃってね。正解！なんちゅうエピソード言わしてんねん、お前。うん、はい、どうぞ。ジンジンの第二ボタンを中学の卒業式の時に取ってった女の子の名前。名前が分からん。いや、これはね、後輩でしょ。うん、後輩言ってん。でも名前覚えてたら、これは本当にヤバい。それに覚えてない。初めの文字だけ言ってほしい。ゆゆゆうか。違う。誰？雪の。あ、もう分からん。それは絶対分からへんわ。コウジ先輩って言って。こんな声低くねえわ。コウジ先輩、第二ボタンくれねえっすかってこと。コウジ先輩って。ユキロちゃん、コウジ先輩の第二ボタン早く今すぐ捨てなさい。あのさ、俺結構モテてたよ。メルカリにジンジンの第二ボタン何円とか言って出してるかもしれん。半年前に出品とか言って。じゃあ一旦彼氏とかの話置いといて、もともと言ってる私のじゃあ男性の好きなタイプは F4 の道明寺司。ああ、道明寺さんは好きみたいな男。あー、俺様系の。合ってる。まあ合ってはいる。自分に自信ある人が好き。でもなんかそれを出し方による、出し方による表現の仕方。俺様って言ってたのは、私はまだ若かったなって思う。だって18歳とかやんか。その俺様が好きって言ってたのさ。でもね、ツンデレも好きじゃない。私ツンデレは好き。可愛い。気持ち悪いこと言って、うん、俺彼氏ができたらそうツンデレになるタイプやね。あんたが甘々になんないの。本当はうんってしたいけど、うん、別にそんな興味ないんだからねみたいな感じの雰囲気をまず出して、なんでそういうこと言うのって言われたらギッツする。嘘だよ冗談って言って、そんなことしてるから豆も食べられたくないで逃げたよ今。逃げたこらー。みんなから見る私たちのプライベートの過去恋愛編は、私の方が多分ツンデレやとみんなに思われてる。確かに、確かに。ジンジンも思う。やし、あんたは逆に激甘やと思われてると。あー、ジンジンがね、うん、多分真逆やと思う。別にそんなこと思ってないからとか言わんから。一応え、触ってよってとかもない。そうさ、大げさやんか。どう考えても触ってよはあんたの願望やん。ごめんけど。ん、違う。そんなこと言わなくても触られるから。ごめんけど。あ、そう、ごめんね。困ってないんだ。立派なお腹があるもんね。あのさ、おっぱいだよね。え、おっぱい触られるの好き？あんま？やっぱ女の子って嫌なんか。嫌っていうか、なんか、なんか落ち着くマッサージみたいな感じで自分は。あんたは触られた、うん、触られると本当にマッサージしてくださいって感じ。7分で見たくない。こちらなんかずんだ餅みたいになってるもん。見つめるたびにデブ。それはそう。ちょっと口から枝豆出そうになった今。じゃあ、え、これは覚えてるよ。本当私下ネタで申し訳ない。はい、人事の正反対。マイクは話した。せーのって言って答えた。せーの、耳、うん、あ、正解。あ、正解しても気まずいし、正解せんくても別にちょっとしんどいし。なんでしんどい？いいやん。それでは、すごいよこれ、渦巻きソフトみたい。なんか抹茶のソフトクリームに見えてきた。それではね、田中川人事のこと知ってくれてたけど、人事はまあ 50% ぐらいか。全然知らへん。嘘。俺ね、銀行のね、あの4桁のパスワードね、うん、妹の誕生日知ってる。妹の誕生日も知ってる私多分。え、待って、田中がすげえ俺の口座番号の暗証番号4桁覚えてる。
でもやめてな、ほんまに銀行は盗んだり絶対せえへんからさ、あんたがなんか勝手に銀行カード落としてとか言って、で田中がのせいみたいなやめて、絶対やめて、それは。バーバラビーズがもし解散するってなったらさ、うん、あんたの結婚か人事の不祥事か田中がの不祥事田中が人事のお金を盗むかで不仲